こんにちは。これはスヌードを編みました。それで毛糸はですね、こちらのセリアで購入しました。やっぱり羊ちゃんで、これはウール100ですね。毛 100% で、こういうふうにカラーは35番ドットが 22A ですね。でこれをだいたい9個かな、9個ぐらい使ってると思います。ちょっと定かではないんですけど。そしてそうですね、長さはこれは今からここにボタンをつけてスヌードにしていきたいんですよ。こんな風に輪っかにして、こういう風にこうですね、こうしてここにボタンをつけて、ここにボタンを用意したんですけど、3つつけようと思ってます。こうですね、こうしてこう、こうがいいかな、どっちがいいかなって今ちょっと考え中で、こうやって、あら落ちた、つけようと思ってます。つけて輪にしようと思ってます。それで、今から編みたいんですけど、これ長さがね、ちょっと測ってみますね。ちょっとメジャーが今どこ行ったか分かんなくて、こんなもので測ってみますけど、だいたい137、それより前後するとは思うんですけど、まあ、目安としてそれぐらいです。そして幅がだいたい20センチですね。20ぐらいで編んでます。でこういった模様、ここはね、このチェーンはランダムにしてみたんですよ。その方がなんか可愛いかなと。ここ2つひし形を2つ入れて、その間をですね、こんな風に3つあったり2個あったりで、最終的に端だけを模様を合わせてみました。でここを重ねる時に、ここ2目ゴム編みで編んでます。まあすごく簡単な模様を編み込みにして見てます。で今から止めていこうと思うんですけど、3つなので、まあ大体ですね、私はそうですね、大体ここ中心ね、でつけるところを同じものにしようと思ったらちょっとなかったんで、こうしてちょっと中心をこれにして、マーカーでだいたいこの辺りかなと思うところにちょっとつけてみてですね。でボタンの位置を確認します。こうですね、あんまり離れない方が可愛いかなと思うんですよ。これがこう離れない、ちょっと真ん中寄りぐらいが私は可愛いんではないかと思いました。ここがねピンと開いたりすると思うので、これぐらいでつけてみたいと思います。はい、それでちょっとね、まず本当は編む時にここを開けながら編むんですけど、それはちょっと私的には面倒なので、糸をですね、こんな風にちょっと大体切って、そしてですね、この太い針でこうしてここを開けます。こんな風にグッと開けて、開けるんですよ。開けて
このぐらい開けて、これが入るか確認します。うん、ちょっと柔軟性があるので、ゲートはいいと思うんですよ。で、ちょっとね、かかっていきます。こんな風に、ぐっと、こうして、こうやって、お隣、こうして、とりあえずこうね、開ける感じ。こうやって私は開けていきます。で、ぐるっとこう、なるべくちょっと多めにすくって、横の口をですね、こうやって、どうもこうしてあんまきつく縫わない方がいいと思うんですけど、こんな風にぐるーっとここをちょっとやってみてみますね。はい、今ボタンをつけていってるんですけど、まず普通の糸でボタンを縫い付けました。この糸でね。でその後飾りで毛糸をこうバッテンのように縫ってるように通したいわけですよ。でもこれ針がですね、糸用の針ってボタン穴に通らないんですよ。それで私が今考えたのは、ここを通したいので、ちょっとね、今まず普通の糸に糸を通したものをここへこうして入れて、でこの糸を引っ掛けて、わかりますかね、こんな感じでスーッとこう抜くんですよ。で抜いて通すって感じですかね。これを外してここを通します。そしたらこう簡単に通るじゃないですか。で次にここの糸に、穴にも通したいので、下から糸を通してこうですね。でこれを引っ掛けといて戻す。こんな風にしてこうね。でこの糸を通すんですよ、こうやって。そしたら簡単に通ると思うんですよ。そしたらこう、うまいことバッテンになるかなと思って、ここがね、ちょっと糸を隠さないといけないんですけど、こんな風にね、ちょっと、どうでしょうか。こんな風に可愛らしく糸が通ると思います。はい。では続けていきます。はい。で、こんな風に、通りました。ちょっと可愛くなったと思うんですよ。こうやってあの毛糸が思って、ちょっとこう修正しないといけないんですけど、この糸をね、うん、ちょっとこの中に入れたいんですけど、後でちょっと入れるとして、でちょっと今から仕事なんで、でそういうことを言っちゃいけないんですけど、できましたね。ちょっとこんな風に、ちょっと待ってくださいね。こう、こうですね。こうかな。で、スヌード、首に巻くぐらいにできたので、どうでしょうか。これプレゼントに作ったんですよ。気に入っていただけるといいんですけど、できました。だから輪で編むと難しいんで、こういう編み込み模様、アラン模様っていうんですかね。だから縦にまっすぐ編んで、最後にこのようにボタンをつけたら輪になると思うんですよ。でこれ外せばマフラーにもなりますので、あのちょろっとここへフリンジつけてもいいですね。両方につけとってもいいと思うんですよ、邪魔にならない程度に。そしたら両方 2way じゃないですけど、使えると思います。ぜひボタンを
こういう風に可愛くつけてもらったらどうでしょうか。はい、見ていただいてありがとうございます。今から仕事です。ありがとうございます。